フェンダージャグスタングはフェンダーのエレクトリックギター。ジャガーとムスタングを合成して作られた。ニルバーナのカート・コバーンが両機の合成機のアイデアをフェンダーに提案し、カスタムショップのマスタービルダーであったラリー・ブルックスが2本の左利き用ギターを製作。このうち1本のみがコバーン自身によって使用された。このギターはコバーンを満足させるために、 多くの調整が必要だったとされており、ニルバーナの1994年のインユーテロツアーのヨーロッパ工業に行く前にはフェンダーに修理のため変装されている。ライブではあまり使用されていない。コバーンは結果に満足しておらず、1994年4月の死に至るまで完成型には至らなかったとされている。一つのヴィンテージスタイルシングルコイルと、 スペシャルデザインハムバッカーを搭載、それぞれにオン・オフ・逆称が選択化になっている。両前作機と同様ダイナミックビブラートを装備し24インチのショートスケールネックである。ピックアップの貧弱さと全体的な熟練の欠如により多くの批判を浴びている。量産はコバーン死後の1995年秋から行われ2001年の 製造中止となった2年後、需要を受けフェンダージャパンがリーシューを生産。2005年に再度製造終了した。コバーンのソニックブルーのジャグスタングは、彼の死後、妻のコートニーラブにより REM のピーターバックに譲渡された。彼はこのギターを、What's the Freak a n C, のビデオで使用している。同じ REM のマイク・ミルズはこのギターを、ライブで、 コバーンへのトリビュートソングである、Let Me In を演奏する際に使用している。この様子は REM の DVD、ROAD MOVIE ーーで見られる。ありがとうございます。